森鴎外は、日本の明治、大正期の小説家、評論家、翻訳家、陸軍軍医、官僚。伊外君等は、ジュニー、君一等、高三級、医学博士、文学博士。本名は、森林太郎。岩見国津和の出身。東京大学医学部卒業。大学卒業後、陸軍軍医になり、陸軍省派遣留学生として、ドイツでも、 軍医として4年過ごした。帰国後、訳者編、面影、小説、舞姫、翻訳、即興詩人を発表する一方、同人たちと文芸雑誌、しがらみ雑誌を創刊して、文筆活動に入った。その後、日清戦争出生や小倉転勤などにより一時期、創作活動から遠ざかったものの、スばル創刊後に、ウィタセクスアリス、ガンなどを発表。 野木マレス家の巡視に影響されて、大っ渡る衛えの遺書を発表後、安倍一族、高瀬船など、歴史小説や史伝、渋江仲裁なども執筆した。晩年、帝室博物館総長や帝国美術院、初代委員長なども歴任した。1862年2月17日、岩見国家の足群津和の町田村で生まれた。代々津和の藩の転移を務める森家では、 祖父と父を、婿養子として迎えているため、久々の後継誕生であった。範囲家の着難として、幼い頃から、論語や孟子、オランダ語などを学び、養老館では四書五教をまた読みした。当時の記録から、9歳で15歳相当の学力と推測されており、激動の明治新期に家族と周囲から将来を期待されることになった。 森静雄が経営した立花内戸跡の石文1872年、廃藩地県などをきっかけに10歳で父と上京。現在の墨田区東向島に住む。東京では管理水学校への入学に備えてドイツ語を習得するため、同年10月に私塾の進む文学者に入った。その際に通学の便から政府交換の親族、 青春の邸宅に一時期寄宿した。翌年、残る家族も、住居などを売却して、津和野を離れ、父が経営する委員のある戦時に移り住む。1873年11月、入校諮問を受け、第一大学区医学校、東京医学校、現、東京大学医学部余科に人年齢より2歳多く、偽り、12歳で入学。定員30人の、 第一大学区医学校、東京医学校、現、東京大学医学部本科に進むと、ドイツ人教官たちの講義を受ける一方で、佐藤元長に指示し、漢方以上読み、また文学を乱読し、漢詩、漢文に傾倒して、和歌を作っていた。語学に堪能な王外は、後年、執筆にあたって、西洋語を用いるとともに、中国の古字などを散りばめた。さらに、 自伝的小説、ウィタ・セクス・アリスで語源を西洋語の学習に役立てる、逸話を記した。1881年7月4日、19歳で、本科を卒業。卒業席時が8番であり、大学に残って研究者になる道は閉ざされたものの、文部省を派遣留学生として、ドイツに行く希望を持ちながら、父の病院を手伝っていた。その進路未定の状況を見かねた。 同期生の小池正直は、陸軍軍本部次長の石黒忠則に、王外を採用する要庁分の厚い推薦状を出しており、また小池と同じく陸軍軍医で、日本の自備員工科学の創始者と言われる親友の過去、鶴戸は、王外に陸軍省入りを進めていた。結局のところ王外は、同年12月16日に、陸軍軍威服になり、東京陸軍病院に勤務した。 妹、小金井き美子の階層によれば、若き日の大貝は、四君子を描いたり、庭を写生したり、職場から帰宅後しばしば寄席に出かけたりしていたという。1888年、プロイセン王国ベルリン市にて、日本人留学生と、前列左より、川本茂次郎、山根正嗣、田口和美、片山国吉美、石黒忠則、熊川宗夫、小沢周一。 中列左から林太郎、竹島務、中浜東一郎、助方、千倉、島田竹次、谷口健、瀬川正俊、北里柴三郎、江口城。後列左から浜田玄達、加藤昭丸、北川乙次郎森大貝記念館、ドイツベルリン入賞して、半年後の1882年5月、東京大学医学部卒業の同期8名の中で、 最初の軍医本部付となり、プロイセン王国の陸軍衛生制度に関する文献調査に従事した。早くも、翌年3月には、異勢全書広報全12巻を役所に収めた。1884年6月、衛生学を収めるとともに、ドイツ帝国陸軍の衛生制度を調べるため、ドイツ留学を命じられた。7月28日、明治天皇に拝越し、 検書に参拝。8月24日、陸軍省派遣留学生として横浜港から出国し、10月7日にフランスのマルセイユ港に到着。同月11日に首都ベルリンに入った。王外は横浜からマルセイユに至る航海中のことを港西日記に記している。最初の1年を過ごしたライプツヒで生活に慣れていない王外を助けたのが、 昼食と夜食をとっていたフォーゲル家の人たちであった。また、国威の女性エルチュースなど、下宿人たちとも親しく付き合い、ライプチヒ大学ではホフマンなど良き師と同僚に恵まれた。演習を見るために訪れたザクセン王国の首都ドレスデンでは、ドレスデン美術館のアルテマイスター絵画館にも行き、ラファエロのシスティーナの聖母を鑑賞した。次の滞在地ドレスデンでは、主として、 軍医学講習会に参加するため、5ヶ月ほど生活した。王室関係者や軍人との交際が多く、王宮の舞踏会や、貴族の夜会、宮廷劇場などに出入りした。その間、二人の大切な友人を得た。一人は、王外の指導者で、ザクセン王国軍医官のウィルヘルムロートで、もう一人は、外国語が堪能な同僚軍に伸びる家である。王外は、 ドレスデンを離れる前日、ナウマンの講演に反論し、後にミュンヘンの一流子、アルゲマイネ・ツァイトング上で論争となった。ミュンヘンでは、ミュンヘン大学のペッテンコーファーに指示した。研究の傍ら、法人の少なかったドレスデンと異なり、同世代の原田直次郎やこの江厚まなど、名詞の子則と交際し、よく感激していた。次のベルリンでも、早速、 北里柴三郎と共に、コッホに会いに行っており、最菌学の入門講座を経て、コッホの衛生試験所に入った。当時の居室は、現在、森王外記念館として公開されている。9月下旬、カールスルーエで開催される第4回、赤十字国際会議の日本代表として、ドイツを訪れていた、石黒忠則に随行し、通訳官として、同会議に出席。 9月26.27日に発言し、とりわけ最終日の27日は、ブラボーと叫ぶ人が出るなど、大きな反響があった。会議を終えた一行は、9月28日に、ウィーンに移動し、万国衛生会に、日本政府代表として参加した。11日間の滞在中、王外は、恩師や知人と再会した。1888年1月。 大和会の新年会でドイツ語の講演をして、講師の西恩寺勤務地に激唱されており、18日から田村伊予蔵大尉の求めに応じて、クラウゼビッツの戦争論を講じた。留学が1年延長された代わりに、地味な体付勤務を経験しており、そうしたベルリンでの生活は、ミュンヘンなどに比べ、より公的なものであった。ただし、 公日するドイツ人女性と出会った年でもあった。同年7月5日、王外は石黒と共にベルリンを立ち、帰国の途に着いた。ロンドンやパリに立ち寄りながら7月29日、マルセイユ港を後にした。9月8日横浜港に着き、午後帰郷同日付で陸軍軍医学者の教官に補ぎなえされ、11月には陸軍大学校教官の憲法を命じられた。 帰国直後、ドイツ人女性が来日して滞在1月ほどで、離日する出来事があり、小説、舞姫の素材の一つとなった。後年、文通をするなど、その女性を生涯忘れることはなかったとされる。王外は、ドイツ留学中のことを、ドイツ日記に記している。1889年1月3日、読売新聞の付録に、小説論を発表し、 さらに同日の読売新聞から弟の三木武次と共にカルデロンの儀曲月高出現一曲を協約して随時発表した。その翻訳儀曲を高く評価したのが徳富祖法であり、8月に祖法が主筆を務める民有者の雑誌国民の友書き文芸付録に訳史集面影を発表した。その面影は日本近代史の形成などに 大きな影響を与えた。また、面影の原稿料50円を元手に、竹次など同人たちと、日本最初の評論中心の専門誌、しがらみ造誌を創刊した。このように、外国文学などの翻訳を手始めに熱心に、評論的啓蒙活動を続けた。当時、情報の乏しい欧州ドイツを舞台にした、舞姫を祖法の依頼により、 国民の友1890年1月に発表した。続いて、歌方の木1891年1月28日、文塚日を相次いで発表したが、とりわけ、日本人と外国人が恋愛関係になる、舞姫は読者を驚かせたとされる。そのドイツ三部作をめぐって、石橋人月と論争を、また、しがらみ草市場で、坪内商用の記述主義を批判して、 没理想論争を繰り広げた。1889年に東京美術学校の美術解剖学講師を1890年9月から約2年間東京専門学校の課外講師を1892年9月に慶應義塾大学の新美学講師を移植された。1894年夏、日清戦争の勃発により8月29日に東京を離れ、 9月2日に、広島の宇治名港を建った。翌年の下の赤条約の調印を、5月に、この絵師団付きの従軍記者、正岡式が帰国の挨拶のため、第二軍兵坦部軍医部長の王外を訪ねた。清との戦争が終わったものの、王外は日本に活動された台湾での勤務を命じられており、5月22日に宇治名港に着き、2日後には、 初代台湾総督のマ山助ノリらと共に台湾に向かった。4ヶ月ほどの台湾勤務を終え、10月4日に帰京。翌1896年1月、しがらみ増しの後を受けて、高田露伴や斎藤緑と共に漫字を送還し、合表三人情報を乗せ、当時の表団の先頭に立った。その頃より、評論的啓蒙活動が、 戦闘的ないし論争的なものから、恩恵的なものに変わっていった。1898年7月9日付、万長報の連載、平風一般、地区私の実例の中で、小玉関との向上を暴かれた。森大外急遽1899年6月に、軍医官に昇進し、東京、大阪と共に都督部が置かれていた小倉の第十二師団軍医部長に左遷された。 19世紀末から新世紀の初頭を過ごした小倉時代には歴史観と近代観に関わる一連の随筆などが書かれた。またドイツ留学中、田村伊予像に講じていた難解なカール・フォン・クラウゼビッツの戦争論について師団の将校たちに講義をするとともに師団長、井上光などの依頼で翻訳を始めた。その内部資料は他の部隊も求めたという 小倉時代に、計画が取れ、丹が練れてきたと末程の森淳三郎が記述したように、その頃、王外は、社会の終焉内視底辺に生きる人々への神話、慈しみの眼差しを獲得していた。私生活でも、徴兵検査の視察などで各地の歴史的な文物、文化、自責と出会ったことを通し、特に後年の自伝につながる倉庫家の趣味を得た。新たな趣味を得ただけではなく、 1900年1月に、戦災、赤松敏子が結核で死亡した後、母の勧めるまま1902年1月、18歳年下の荒木重と見合い結婚をした。さらに、追筆、二人の共に登場する友人も得た。一人は、総統州の僧侶、玉水春で、もう一人は、同郷の春祭福前博である。二人は、 郊外の東京転勤と共に上京し、郊外の自宅近くに住み、交際を続けた。1902年3月、第一師団軍医部長の辞令を受け、新妻と共に東京に赴任した。6月、廃官になっていた目覚ましうと上田里氏の主催する芸園等を合併し、芸文を創刊。当時は12月に初めて戯曲を執筆するなど、 儀局に関わる活動が目立っていた。1904年2月から1906年1月まで日露戦争に第二軍軍医部長として出生。1907年10月、陸軍軍医総監に昇進し、陸軍省委務局長に就任した。同年9月、美術審査員に任じられ、第一回文部省美術展覧会西洋画部門審査の主任を務めた。 1909年に、スバルが創刊されると、同志に迷子を寄稿して創作活動を再開した。反日、ィタセクスアリス、鳥、青年などを同志に乗せ、仮面、生などの儀曲を発表。スバル創刊年の7月、王外は東京帝国大学から文学博士の学位を授与された。しかし、直後にィタセクスアリスが、 発売禁止処分を受けた。しかも、内務省の警保局長が陸軍省を訪れた8月、王外は陸軍次官石本新独から解職された。同年12月、要が立場でレジグナチオンをキーワードに自らの立場を明らかにした。1910年、慶応義塾大学の文学科顧問に就任し、慶応義塾大学幹事の石田慎太郎の主導により、 植田聡氏を顧問に長い花風を主観にして見た文学を創刊した。またその年には5月に大逆事件の検挙が始まり9月に東京朝日新聞が連載危険なる要所を開始して6回目に王外と妻の名が掲載されまた国内では南北朝教科書問題が大きくなりつつあった。そうした閉塞感が漂う年にファスチェスで発金問題 沈黙の塔、食堂では、社会主義や無政府主義に触れるなど、政治色のある作品を発表した。1911年にも、カズイスチカ、妄想を発表し、青年の完結後、ガンと怪人の二長編の同時連載を開始。同年4月の文芸の主義では、冒頭、芸術に主義というものは、本来ないと思う。とした上で、無政府主義と、それと一緒に、 目指した社会主義との排斥をするために、個人主義という漠然たる名をつけて、芸術に迫害を加えるのは、国家のために惜しむべきことである。学問の自由研究と芸術の自由発展等を妨げる国は栄えるはずがない。と結んだ。また、陸軍軍医として、懸案とされてきた軍医の人事権をめぐり、陸軍次官の石本新六と激しく対立した。 ついに医務局長の王外が石本に辞意を告げる事態になった。結局のところ陸軍では医学優先の人事が継続された。階級社会の軍隊でそれも一段低い扱いを受ける衛生部の王外の主張が通った背景の一つに山形有友の存在があったと考えられている。1912年から翌年にかけて五条秀丸を主人公にしたかのように シャックリ、藤棚、追一家の連作を、また司令官を揶揄するなど、戦場体験も描かれたネズミ坂などを発表した。当時は、新編に題材を取った作品や、思想色の濃い作品や教養小説や儀曲などを執筆した。もっとも、公務の傍ら、ファウストなどゲーテの3作品をはじめ、外国文学の翻訳、紹介、解説も続けていた。 1912年8月、実在の人間を資料によって、事実のまま除述する、王外独自の小説作品の最初のものである、鳩とりちを発表。翌9月13日、乃木まれすの巡視に影響を受けて5日後に、大吉渡つわたるごえもの遺書を書き終えた。これを機に、歴史小説に進み、歴史そのままの、安倍一族、歴史離れの、三照大部、高瀬船などの後、 自然、渋谷仲裁に結実した。ただし、1915年頃まで、現代小説も並行して執筆していた。1916年には、後世の王外研究家や評論家から重要視される、随筆、空写を、1918年1月には、随筆、礼儀古言を表した。英明寺の墓1916年4月、人間時の年齢が低いこともあり、 トップの陸軍省医務局長を8年半務めて、退き、予備役に編入された。その後、1918年12月、提出博物館総長兼図書頭に、翌年1月に、提出制度審議会御用係に就任した。さらに1918年9月、帝国美術院初代委員長に就任した。元号の、明治と対正に、否定的であったため、 国内省都市頭として、天皇の送り名と元号の交渉、編纂に着手した。しかし、三角送り名校は観光したものの、病状の悪化により、自ら見出した吉田松造に後を託しており、後年この吉田が未完の元号校の観光に尽力し、元号案、昭和を提出した。1922年7月9日午前7時過ぎ、 親族と親友の過去鶴ドラが付き添う中、人意識、肺結核のために死去、満六十歳没。余肺は未人、森林太郎として視線と抑すで始まる最後の遺言が有名であり、その遺言により墓には、一切の栄誉と称号を廃して、森林太郎の墓と飲み告された。上京した際に住んだ、大貝ゆかりの地である向島の幸福寺に埋葬され、遺言により、 中村不施が墓姫を筆した。戒名は帝子に人伝文、僕をもう最大孤児。なお、関東大震災後、東京都三鷹市の善林寺と出生地の津和野町の英明寺に改装された。王外は自らが専門とした文学、医学、両分野において論争が絶えない人物であった。文学においては理想や理念など主観的なものを描くべきだとする。 理想主義を掲げ、事物や現象を客観的に描くべきだとする、写実主義的な没理想を掲げる坪内逍遥と衝突する。また医学においては、近代の西洋医学を胸とし、和漢課体と激烈な論争を繰り広げたこともある。和漢課体は7割以上を占めていた、当時の医学界は、ドイツ医学界のような学問において、業績を上げた学者に不遇であり、 日本の医学の進歩を妨げている大卒の医者を増やすべきだ、などと批判する。松本良順など近代医学の子祖と呼ばれている長老をはじめ専門医は誰も相手にしなかったが、王外は新聞記者などを相手にして6年ほど論争を続けた。王外の論争癖を発端として論争が起きたことも、ある。商用が、早稲田文学に、シェイクスピアの表着に関して加えた。 短い説明に対し、批判的な表をしがらみ増しに載せたことから論争が始まった。このような形で、王外が関わってきた論争は、戦闘的啓蒙主義などと、好意的に評されることもあるが、医学論文、文学論文いずれも先進国から得た知識の、ひけらかしにしかなっていないことから、論争とも、啓蒙とも程遠いものであり、王外は、 必死になって論点のすり替え上げ足取りを続けたものの、石橋人月、坪内商用、高山貯牛らに乾杯してしまった。30歳代になると、日清戦争後に目覚ましくさを創刊して、合評をするなど、評論的活動は恩恵なものに変わっていったことから、小倉時代に計画が取れたという家族の指摘もある。肩書きの多いことに現れているように、 王外は文芸活動の幅も広かった。例えば、役者としては、上記の役詩集、面影と1892年1901年に断続的に発表された即興詩人とが初期の代表的な仕事である。面影は明治詩団に多大な影響を与えており、即興詩人は流麗な画文で明治期の文人を魅了し、その本を片手に、 イタリア各地を回る文学青年が続出した。擬曲の翻訳も多く、歌劇の翻訳まで手掛けていた。ちなみに、訳後の公共楽、公共曲を作っており、6年間の欧米留学を終えた演奏家、高田延と洋楽談義をした。そうした外国作品の翻訳だけでなく、帰国後から演劇への啓蒙的な評論も少なくない。翻訳は、 文学作品を超え、ハルトマン、神美学綱領のような神美学も対象になった。単なる役者にとどまらない、王外の神美学は、坪内商用との没理想論争にも現れており、田山家隊にも影響を与えた。その王外は、上記の通り、東京美術学校の嘱託教員をはじめ、慶應義塾大学の神美学講師、初期文展西洋画部門などの審査員、 提出博物館総長や帝国美術院、初代委員長などを務めた。交際も広く、その顔ぶれが多彩であった。しかし、教師でもあった、夏目漱石のように弟子を取ったり、分断で党派を作ったりはしなかった。ドイツに4年留学した王外は、閉鎖的で、縛られたような人間関係を好まず、西洋風の社交的なサロンの雰囲気を好んでいたと、される。 管理生活の合間も、書斎にこもらず、同人誌を主催したり、自宅で抱えを開いたりしていろいろな人々と交際した。文学者、文人に限っても、薬師衆、面影は五人による協約であり、同人誌のしがらみ増しと目覚ましくさにも多くの人が参加した。とりわけ、自宅で定期的に開催された歌会が有名である。その館長老化会は、 1907年3月、王外が、与佐野鉄管の、新死者系と、正岡式の系譜、根岸派との過断内対立を見かね、両派の代表家人を招いて開かれた。以後、毎月第一土曜日に集まり、1910年4月まで続いた。伊藤幸男、平野万里、上田聡、佐々木信綱等が参加し、新死者系の北原白州、吉井勇、 石川拓木、木下木太郎、根岸派の斉藤茂吉、小泉千佳氏等の新進歌人も参加した。また、当時としては、女性別種が少なく、樋口一葉をいち早く激賞しただけでなく、与謝野秋子と平塚雷鳥も早くから高く評価した。秋子や雷鳥や純芸術雑誌、万瓶煮花を主催した、小竹和枝など、 個性的で批判されがちな新しい女性たちとも広く交際した。その、郊外の作品には、女性を主人公にしたものが少なくなく、ヒロインの名を題名にしたものも複数ある。晩年、東京日日新聞に連載した、渋江中彩、伊沢ランケンは読者および編集者からの評判が非常に悪く、中でも、工場家庭は、連載を途中で打ち切られるなど、その評価は、 必ずしもかんばしいものではなかった。没後、新庁舎と他二社とが全州十八巻の刊行を引き受けたので、かろうじて面目が立った。1936年、木下木太郎ら王外を敬愛する文学者らの尽力によって岩波書店から王外全州が漱石全州と並んで刊行され、権威があると思われるようになった。年の高田は王外について、 蓄財と出世にしか関心のなかった男と酷評している。王外は東京帝国大学で近代西洋医学を学んだ陸軍軍医であった。医学先進国のドイツに4年間留学した。留学中に執筆した日本の論文、日本兵食論及び日本兵食論大意は、市のホフマンらの研究論文と1882年頃の 日本国内論文を種本に切り張りして書かれ、臨床実験も全く行われていない論文で図像だった。帰国した1889年8月12月には陸軍兵食試験の主任を務めた。その試験は当時の栄養学の最先端に位置していた。日清戦争と日露戦争に出生した王外は小倉時代を除くと常に東京で勤務。 それも重要なポジションについており、最終的に軍医総監に昇進するとともに、陸軍軍医の人事権を握るトップの陸軍省、義務局長にまで上り詰めた。ビタミンの存在が知られていなかった当時、軍事衛生上の大きな問題であった角気の原因について、医学界の主流を占めた伝染病説に同調した。また、経験的に角に効果があるとされた麦飯について、 日本海軍の多くと日本陸軍の一部で効果が実証されていたものの、爆破と格気改善の相関関係は証明されていなかったため、科学的根拠がないとして否定的な態度をとり、爆破を禁止する通達を出したこともあった。王外が爆破支給に否定的だった一員として、日本国内の麦の生産量が少なく自給できていないということが挙げられる。 数十万人単位で存在する陸軍の兵食は国内で自給できる食物でまかなうべきだという考えは一概に否定されるものではない。そもそも、王外は日本兵食論単位において米食と格気の関係有無はあまり相手と数としている。王外自身はあくまで陸軍軍医として兵食の栄養学的研究を行っていただけで格気の研究をしていたわけではない。 王外は、格気の原因についての、確たる理論や信念を持っておらず、門外観であるがゆえに、当時の学術的権威の説を採用したのではないかと思われる。日露戦争では、1904年4月8日、第二軍の戦闘序列にあった鶴田第一、師団軍医部長、横井第三師団軍医部長が、爆犯給与の件を、 森組委部長に勧めたるも、返事なしとの記録が残されている。その、返事なしは、様々な解釈が可能であるが、少なくとも大本営陸軍部が決め、直例によって指示された、戦時兵職、白米六号を遵守した。結果的に、陸軍で、約25万人の活気患者が発生し、約2万7千人が死亡する事態となった。活気問題について王外は、 陸軍省医務局長に就任した直後から臨時核気病調査会の創設に動いた。核気の原因解明を目的としたその調査会は、陸軍大臣の監督する国家機関として多くの研究者が招聘され、多額の予算が注ぎ込まれた。予算に制約がある中、核気ビタミン血乏説がほぼ確定して廃止されたものの、その後の核気病研究会の母体となった。 王外が創設に動いた臨時活気病調査会は、活気研究の土台を作り、ビタミン研究の基礎を築いたと位置づける見解がある。反面、その16年間の活動は、活気栄養障害説、イコールビタミン B 欠乏小説に策をかけ、その承認を遅らせるためだけにあったようなものであったと、否定的に捉える見解もある。なお、晩年の王外は、 同調査会で調査研究中の、かっけの原因について、態度を明らかにしなかった。かっけ三害をめぐる議論陸軍のかっけ三害をめぐって、王外の責任に関しての議論は絶えない。批判だけでなく、用語論もあり、王外は、かっけ被害をなくすため不信し、後世に貢献したとする。そのうち王外への批判として、米食を、 麦食に変えると角気が激減する現象が多く、見られたにもかかわらず、麦食を排除し続けた姿勢について激しい非難がある。また、王外が、岡崎慶一郎著、日本米食師婦食米と角気病との指摘関係校に寄せた序文で、私は臨時の角気病調査会長になって、米の清掃と角気に因果関係があるのを知ったと、自ら記述している事実から、王外は、 活気病栄養障害説が正しいことを知りながら、あえてそれを排除し、最近原因説に固執して、調査会の結論を遅らせていたとの指摘もある。王外を擁護するものとして、以下の見解がある。続いて以下に、王外への批判の主なものを記す。日本で、活気の原因が栄養にあることが認められたのは、海外での研究の結果であり、海外での成果が確定すると、 最近説の支持者も自らの間違いを認めざるを得なくなった。王外が会長代行を務めた臨時活気病調査会は原因が栄養であるという国内での研究の阻害こそすれ、その研究に貢献したとは言い難いものであったと言われるゆえんである。ただし、当時の日本は年間で1万から2万人が活気によって死亡しており、 またこれらの流行で4万人が死亡するなど、病死の捉え方、あるいは生命の価値というものが現代とは大きく異なる部分があった。活気が即死するような病でないこともあり、パンや爆飯を食うぐらいなら死んだ方がマシという声は少なくなかった。日本で活気患者が根絶といって良い程度に激減するのはビタミンを薬品として、 大量供給できるようになった1960年代以降のことである。史跡、森王外聖火日付は1872年までは、旧暦転移としての森家は、1650年前後から1869年の半石法官に及ぶ。現タスク、現厚し、現祝衆案、現タスク、現広し、現祝衆案周囲より立本周囲より、白線生態。 林太郎徳次郎と子、純三郎、父に、範囲の森せ康氏、母に美猫父は後に、北千住で立花内道員を開業。王外も4年間住んでおり、北千住に森王外の石踏みが混流されている。父静雄は、明治10年より、東京府南足立郡千住の東京福井出張所で、軍医を務め、 医師としての名簿を高く学職豊かであったが、内務省の定める免上位ではなかったために、東京府が明治18年に軍区い職務心得を廃止し、新たに東京府軍区い職務省定を定めた際に、軍医を辞職した。4人の子供はいずれも王害について著作を残しており、とりわけ祭りと安図奴が有名である。母親の違う音は他の子供たちとは、 また違った父親像を綴っている。全員が当時としては異色の名前だったが、これは本人の名前、林太郎が外国人には発音しづらかったことから、来ているもので世界に通用する名前にしようとしたため、ちなみに孫、釈も、王外の命名による、ありがとうございます。